楽天ブロードバンド LTE には月額934円のエントリープランと月額900円のエントリープラスプラン、この2つあるんですよ。料金が似てるんですけど、このどちらが良いのかというお話です。結論から言ってしまいますと、個人的には絶対エントリープラスプラン、こっちの方が断然お得だと思うんですけどね。その辺について個人的な見解です。でね、これ両者を見比べればわかると思うんですが、まず月あたりの通信容量が違います。300メガバイトと1ギガね。こっちの300メガバイト、この容量ってね、あっという間に使っちゃいますよ。YouTube なんか見ちゃったら、あっという間に数百メガバイトいっちゃいますからね。テキストベースのウェブサイトを中心に見る人でも、多分毎日使う人だと1週間持たないんじゃないかな。そういうレベルですね。自分は1週間に2、3日程度 SIM カードを使う程度ですが、それでもやっぱり4、500メガぐらい、4、500メガバイトぐらいは欲しいですね。4、500メガバイトでも YouTube の視聴は控えなければいけないと意識しなければいけないレベルですから、300メガバイトはさすがに厳しすぎますからね。で、何しろ、月額料金で64円しか違わないので、特別な理由がない限り、普通に考えてエントリープラスプランの方が断然お得だと思います。さらに言えば、エントリープランは通信制限時のスピードが 100kbps です。 100kbps は超厳しいっすよこれ。今自分が使っている IIJMIO の通信制御時のスピードが 200kbps なんですけど、 200kbps だとどうなるかというと、テキストベースのウェブページならばまああんまり差は感じないんですけど、 Facebook とか厳しいですからね。相当遅くなりますよ Facebook が。ましてや動画類なんてね、まず無理。時計がね、こうくるくる回っていつまで経っても再生が始まらないっていうレベルですから、200kbps でも相当厳しいですよ。ましてや 100kbps になると、Twitter とかメールクライアントぐらいしか使い物にならないんじゃないかな。それぐらいのスピードなので、エントリープランにする理由は、ちょっと見当たらないですね。